平和を乱すデストロンとの戦いを続けるサイバトロンの前に突如現れたジョイントロン。同じ平和のために戦う仲間のはずなのだが、ムチャスアメゴ、俺たち陽気なジョイントロンでアムーテキーラ、三匹揃えば無敵なのさ、ムチャスオーアメゴ。それにしてもこんなことをしていてデストロンを発見できるんでアム DJ、 イエー、目にお任せみ、デストロンをおびき出すいい方法があるみ。どんな方法でアム DJ、 目についてくればわかるみ。あーレッツゴー、陽気なジョイントロン。まったく、あいつらって来たらさ、デストロンより立ちが悪いぜ。何を考えているのかさっぱりわからん。何にも考えていないってことじゃねえの？アメーゴ、それは失礼だみ。ムーちゃん、ジョイントロン、それすでにデストロンを捕まえる作戦は考えてあるめ。アミーゴ、そこで相談なのさ。もう一度サイバトロンの基地に遊びに行きたいので、ムーチュ。遊びに？冗談じゃないよ。お前ら、お前らでデストロンやっつけな。行こうぜ、ビコン。こんな奴らに関わっていたらろくなことになんないぜ。そうだな。まあ、困った時には助けてやるぞ、イエーってか。部長、到着しない。アロースムチャージャース。何か変わったことは？今スクーバがパトロールに出ましたが、デストロンの新たな動きは見当たりません。そろそろダイバーが戻ってくる頃かと思いますが。そうか、私ももう少しパトロールしてから戻る。はい、わかりました。毎度ダイバーか。そうして陽気なジョイントロン DJ 変身、モーターアーム変身、ギムレット変身。なに、話したいことがある言うて無理やりついてきたんですがな。デストロンを捕まえるいい作戦があるめ。またまたジョイントロンはサイバトロンの基地で何をやらかそうっていうの？とばっちりを受けるのはサイバトロンだもん。そうよ、まったく。ガマッ、こっちもとばっちり受けてるもん。あら、この辺りでええやないか、前線基地なんぞ。せやな、ここにしまひょか。ほな、頼んます、オートローラーさんたち。サンバ、サンバ、サンバが聞こえる、サンバが聞こえる、オッケー、イエーイ、乗ってるかい、ベイビー。これで住みやすくなったのでムーチャー。ふぅおう、二人ともグッドマッチアム。うぅ、体の芯まで変化ビーワッパー。いい加減にせんか。せっかく似合っていたのにさ。でアムよ、ここはどこだと思っているんだ、お前たち。あ、ダメダメ、そのスイッチに触っちゃう。姿を消すために貼ってるシールドが外れちゃう。勝手にいじるな、かすいこと言わんみ。デストロンにここの場所が分かっちゃう。みーみー、そうしたら俺たちがやっつけてやるみー。まさかお前たちの作戦ってのは。テキーラ、ここにデストロンをおびき寄せてやるのでムチャ。そんな勝手な真似はさせん。ミュー、作戦遂行だめ。ほら、いい加減にしときや。ダメだ、ダメだ、ダメだ。
くちゃ。おい、ダメだ。それはダメ。この上司ならサイバトロンに見つかる前に作り終われそうやな。せやな、いけます。なんや。あれはサイバトロンのビーム弾や。ってことはあそこにサイバトロンの基地があるってことやないか。せやせや、早逃げなあかん。アホ、チャンスやないかい。チャンス。そうや、スタースクリームなんずがもたもたしとる間にサイバトロンをやっつけたるんや。おらん、こら。シールドは解除するわ、ビームは撃つわ、一体何考えとんじゃ。貴様ら反省しとらんな。むっちゃ。アパッチ、ライオコンボイから通信よ。ライオコンボイ、叱られるで、知らんで。はい、ライオコンボイ。アパッチ、今のビームは何だ。まさかデストロンの攻撃を受けたわけではないだろうな。ああ、いえ、そのジョイントロンが勝手に。そのジョイントロン。はい。むちゃアメーゴ。ん、ライオコンボイ、お邪魔してるべ。 DJ、 ライオコンボイ、なんとかして。アパッチとダイバーが必死に止めてるんだけど。イエー、わかった、今から戻る。知らんで知らんで、ライオコンボイが帰ってきたら思いっきり怒られるで。なんでだみ、デストロンをやっつけられるならライオコンボイも喜んでくれるはずだみ。あっちゃん。もう遅いで、ジタバタしても。おお、ジョイントロン持ったんかい、デストロン。目の作戦通りやってきたみ。イエーイ、でもちょっと来るのが早すぎ。ムチュス、オーノー、ウェルカムの準備ができてないで。アム、ちょうどこの辺りに来とったんよ。お前らも運がなかったっちゅうこっちゃな、正味な話。それにしてもなんやこの基地は。明るく楽しい環境にしたのさ。むっちゃアメーゴ。なんか歓迎されとるようで調子狂ってまで。ああ、こら、まだ少しは緊張せんかい。自分らのお金取りたちは分かったのか。こら聞け、こら。おい、こら、そこ下手に動いたらあかんぞ。この基地のメインタンクにはオートローラーズのミサイルが向けられとんのやで。なに、本当みたいよ、アパッチ。下手に動いたらコッパみじんやぞ。みー、それは作戦になかったみー。ダジー、これで俺たちの方がスタースクリームよりも優秀やっちゅうことをガルバトロン様も分かってくれはるやろ。そやな。ほな、連絡しようか。アホ、そんなことしてスタースクリームが来たらワテらの手柄横取りされるやないか。それもそうやな。あ、ほな、この基地をデストロンの母船まで飛ばしてもらおうか。アパッチャン、あらなこと言うとりますで。あー、むっちゃ。発信回路損傷、操縦不能。こんなオンボロお土産に持って帰っても誰も喜ばないのさ。むっちゃ、むっちゃ。な、何をする。このままじゃ飛べないわよ。通信も切れちゃったし。なんやて。だからこんなオンボロ役に立たないって言ってる。むっちゃ、オンボロにしたんはお前やないか。そなっちゃ、ダジじゃない、修理するしかないやろ。誰でもええ、
さっさと直さんがいい。ほならわてがやりまひょ。まあ2、3日あれば直せるやろ。2、3日？だは2、3時間でなんとかせがい。あんさん、そりゃ無理でんがな。はいはい、すぐやります。これつないでと、なんやったかな、これかな。あ、お待ちどうだみ。ただ待っててもつまらないみ。これは極上のオイルみ。おお、なかなか気利くやんか。ああ、遠慮なくいただくで。オイラもいっぱいいただくで、アーム。アメーゴー。それじゃみんなでにぎやかに行くでむちゃす。アメーゴー。ヘイ、アパッチも一緒にやろうめ。今そんな気分になれると思うか。どうせ身動きできないむちゃす。楽しくやった方がいいむちゃす。いいむちゃす。もとはといえばお前らが原因で。まあまあ、そうくらでバーッと行くで。アムアム。うるさい。ダージスラストからの連絡は。ダージとスラストはどこまで基地を作りに行ってしまったんだ。さあ、サイバトロンにでも見つかったのかしら。何、あんな漫才コンビとオートローラーズを信用しているとろくなことになりませんわよ、ガルバトロン様。兄ちゃん、まったくだぜ。しかし貴重な戦力だ。そうだ、貴重な戦力だぞ。人の使い方、あ、いや、オートローラーズの使い方を知らないのよ、ダージとスラストは。そうだぜ兄ちゃん。お前も同じだ。わしが眠っている間に何も進展していないではないか。それはやっぱりガルバトロン様がいないと。まあまあ、もういっぱいあむ。おおきに、逃げるならわてが口聞いとるで。なんや、えらい楽しそうやな。どうしてわてばっかりこんな修理せなならんのや。おい、そこまだ治らへんのか。まだでんがな。のんきなやつらやな。何考えてんのや。慌てると治る前に爆発してまうで。なんだか賑やかだな。俺たちに見張りやらせといて中で何やってやがんだ。あれ、ライオコンボイ、こんなところで何してんの。し、静かに。あれを見ろ。ん、オートローラーズ。な、なんであんなとこに。よし、俺様がやっつけてやれ。待て、ビッグホーン。下手に手出しをすると燃料タンクを爆発されてしまう。あいつらとはノリが違うけど、やっぱお前最高や。うん、そう、そう。なあ、DJ、デストロンをおびき寄せたまでは U の作戦通りみたいだけど、ここから先はどうするムチョ。みーん、風に当たって作戦を練り直してくるみ。オイルを飲みすぎたみたいみ。ちょっとおしっこみ。セミはおしっこが近いの。ムチャス、トゥー。3匹ともか。俺たち年血三兄弟仲良し。おしっこ一緒さんともリア。逃げようと思っても無駄やぞ。外にはオートローラーズがいてるさかいな。めぇ、それならオートローラーズにもモテてやるめぇ。なんだこいつ、踊ってるよ。何やってんだあいつら。よし、今だ。ライオコンボイ、こいつ、マンボ。待ってくれよ。セニョールコンボイ、セニョールハン。ライオコンボイ、変身。ビッグホーン、
変身。タスマニアキット変身。クソヤチュエ、ワウ、オートミサイル。アオ。ムチャスアミーゴ、俺たちも合体するみ。三人一体。合体巨人トリプルダックス。七連拳ミサイル。うわー。マグマホーン。やべえ。出直すんだ。右なし。あいつらどないしたんや。おじっこにしちゃ遅いな。中心の方は治ったで。え、やればできるやないけ。ダイオコンボイからよ。なんやて、一丁驚かしたろかい。デストロン、そんなところで何をしている。ライオコンボイ。おお、なんや、オートローラーズはどないしてん。驚かされたのはお前やないかい。これまでやな、お二人さん。どうやら作戦は大成功み。嘘つけ。それじゃひとまず本部に連絡を取らせてもらうみ。俺たちも行くムーチョ。あいてててててて、大変。あいつらの手柄にしてもいいの、ライオコンボイ。まあいいさ、私たちは手柄を立てるために平和を守っているわけではない。それはそうだけど、なんだかな。よかった。ま、最初から心配してないもん。でもこれからはジョイントロンが心配ね。だもん。ホーンブホーンブ、音願うみ。ヘンミ、いくら呼んでも繋がらないみ。どうしたのさ。ダイバーハン、ちゃんと直してないで。アムホンブホンブ、ちゃちゃっと応答するのさ。ムチャスムチャス、ホンブ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 。こいつら相当来てるわ。あ、ジョイントロンのやつら何やってんだ。逃がしたって連絡してるんじゃねえのか。そんでもって俺たちのせいにしたりして。ありえまんな。サマスピーチサンセン、逃がしてんじゃねえぞおめえ。また捕まえればいいのさ。むちゃ。それよりダイバーハン、通信機まだ直ってまへんだ。それじゃミーたちはこれでアディオーズ。アミゴアムサマムアムサマ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 ム。あいつら、いいじゃないか。平和の守り方が少し変わっているだけだ。少しじゃないよ。イエーイ。アルテミスト、ムーンのセカンド通信。ほんとあんな平和の守り方ってある。ムーン、でも合体するととっても強いもん。合体した3人はトリプルダックスって言うんでしょ。そうだもん。武器はどうなるの。3人の武器も合体したトリプルブラスター。他には。それに七年拳ミサイルやマグマゴーンっていう武器も威力あるもん。見たい見たい。それはこれからのお楽しみ。デストロに追い込まれたりしたら使うかもしれないもん。確かジョイントロンって本当は惑星トリアスの平和を守るために宇宙を飛行していたのよね。そうだもん。宇宙船が故障して仕方なくガイアに不時着したもん。でもでもでも、ジョイントロンが行くよりも惑星トリエツは平和かもしれないわね。そうだもん。なんか言ったみ。むっちゃさんみーこ、合体武器をテストしてみるで。あーむ、うわー、また来週。諦める人にはなりたくない。してみたいんだ。そういう気持ち。
合体ロボが現れたムーン。その正体は何者なの？秘密だムーン。